うわ、めちゃくちゃいいじゃん。よっしゃ来た。まさかげさんのミノー来た。イエーイ。よし。うわいいね。でかいでかい。綺麗だな。うわ。カーディフ余裕っしょ。よし。ごめんね。めっちゃ綺麗な個体ですね。うわ。いや、まさかげさんのミノーの初陣でこれだけいいの取れれば最高っすね。いや綺麗だ。よし、はい、ありがとうね。ナイスフィッシュ。すげえ、超元気。いやいい魚だな。50アップっすね。はい、ありがとう。大丈夫かい。もうすごいっすね。上から見ててもヒレピンピンですもんね。ど天然って感じっすね。綺麗だな。すげえヒレ綺麗。いける？いった。うわー、ありがとうな。僕の先輩経由で買えた正影さんの新作のミノっすね。これに鱗付けしたくて来たんですけど、いやー、できすぎなぐらいいいタイミングで、あの夕立ち降った後なんですよね。で、ちょっとまあまあ大丈夫かなと思って入ってきたら、いいニジマス入ってきてくれてましたね。はい、お疲れ様です。先ほど直行から帰ってきましたので、この M2B を使った所感をお伝えしたいなと思います。こちらは僕が大変お世話になっている先輩から譲っていただきまして、まあ、僕は運よく M2B を3つ入手することができました。まあ、カラーリングに関してはこんな感じで、まあ、僕がよく使っているこういったチャートカラーですね。ボディがアルミ張りのシルバーで、オレンジの模様、この少し厚みのあるボディに対してしっかりとイエローチャートが塗布してあって、とても認識しやすいようなカラーで、あとはお腹に関してもこの幅広なお腹に対してしっかりとオレンジが塗ってあって、いかにも食ってくださいというようなカラーになってますね。あとこれですね。これはどうしても僕が欲しかった、ちょっとカラー名はわからないんですけど、おしょろこまをきっとイミテーションしてるようなカラーリングのモデルになります。まさかげさん自身もおしょろこまがとても好きな、しっかりとした着想を持ってお作りになったカラーリングなんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ綺麗ですね。あともう一点は、こう実に
MY レさんらしいようなカラーリングですね。こうシルバーブルーをメインにしてピンク、あと紫といったカラーリングをこう綺麗にグラデーションしてあるようなカラーリングになってますね。こちらはお腹はパールホワイトって感じですかね。そんなカラーリングになってます。でこちらのミノーのスペックに関してなんですけれども、40ミリの小ぶりなボディに対して 4.5g と比較的重めなウエイトの設計です。こちらフックに関しては僕はカルティバオーナーさんの針の6番のフックを使ってます。調光の動画にもあると思いますけど、全然バレる心配のないようなファイト展開に持ち込めまして、かなり安心して取り込むことができました。それと動きに関しては動画にうまく撮れてればいいんですけど、既製品の中ではトップクラスでキビキビとした綺麗なウォブルアクションをしてくれますね。こうかなり触れの強いようなアクションですね。正影さんも自身のインスタグラムで発信されてると思いますけど、まあ正直本当かなり釣れるアクションだと思います。それとですね、ちょっとこんな形でこう指に安定して乗るほどの低重心の設計で、まあ、これによって速瀬であったりダウンやクロスでも安定した動きの出るミノーになってると思います。で先ほども言いましたけど、動き自体は強くてアピール力も高いんですけど、こちらのボディが発泡素材でできてるので、こうウッド素材、バルサ系のミノーのような生き物に近いような波動を出せるので、今回釣ったようなクレバーな天然系のニジマスでも、僕も釣っててびっくりしたんですけど、ミノーにですねあんな形で迷わずバイトしてくるなんてのはちょっと初めて見たもので、まあ、こう迷わずバイトに持ち込めるような波動を持っているミノーなんだなと思ってます。あと最近僕が使ってるミノーでですね、たまたまちょっと比較対象にできそうなものがあったので比較でご紹介したいんですけど、これですね。今シーズン僕がかなり多用してるミノーで、タックルハウスさんのバフェットのドラスっていうミノーなんですけど、こう動きに関しては M2B とかなり似てるんですけど、大きく違うのがこちらのミノーはリップで泳ぐミノーなんですよね。なのでこのかなり大きいリップなんですけど、この水押しに違和感を感じて寸前で見切られるっていう場面がかなりありました。なんですけど M2B にはそれがないんですよね。なんでかってこの M2B のリップはこのミノーが動き出すきっかけを与えるファクターに過ぎないような作りで、かなり小さいリップになってます。で必然こう自然な水押しになるので、まあ、何が言いたいかっていうと間違いなく釣れるミノーですよね。あと最後にもう一点なんですけど、こちらは僕がとてもミノーに対して重視してるポイントなんですけども、こちらのミノーは先ほども言いました通り発泡素材なんですよね。だからこそのこの強度っていうのが重要なポイントなんじゃないかなと思います。ウッドルアーですとどんな名ビルダーさんの方のものを使ってでもこう、まあ、フィールドによって変わるかもしれませんけど、僕が好きな山岳渓流みたいな釣りを一日してれば、下手すればこうこのリアの部分とかですね、ウッドがむき出し、アイがむき出しになる場合なんてのもありますし、インジェクションミノに関しては中空素材なんで、あえて名前は出しませんけど有名ブランドさんのとこでも下手すりゃワンキャストでミノーがおじゃんなんて、まああるあるの話だと思います。その点この正影さんのミノーは作りもかなり丈夫そうな感じで、まあ、現時点ではちょっとまだ分かりませんけども、その点がかなり気に入ってます。僕自身結構新しいミノーが発売されればやっぱり動きとか確認したいので、とりあえず一つは買ったりするんですけど、基本的にはやっぱり釣れるお気に入りのミノーをずっと長く使いたいっていう気持ちが強いんですよね。なので長く使えるミノーを見極めたいっていうので新しいミノーをよく買ったりする
のが目的なんですけど、その点こちらのこの正影さんのミノがその意図にはまるようなミノだといいなと思います。まあといっても一つこのミノにも問題がありまして、まあ何かって手に入らないことですよね。それだけが問題なんですけど、まあそんなこんなで少し長くなりましたけれど、こちらの M2B の書簡をお伝えしました。ご視聴いただいてありがとうございました。